ランナースタートを切っていましたよ。でレフトへの打球は高く上がってフェンス際のプレーでグッバイ、プロ初ヒットがブランドン、札幌ドームでのホームランになりました。川野は2イニング連続ツーラン被弾、4対0です。うん、ライトの強い打球伸びていって、これはグッバイ、入りました。有年天今日昇格即スタメン、そして一発回答。辻監督の采配がピタリ当たった有年天起用です。高いホームステンはライオンズの応援席に飛び込んだ。なんと一軍昇格後最初の試合3打席目豪快なツーランホームラン。いやーこれはしますけどね。変化球をレッドホールに持ってきました。このホームステイは入りました。ルーキーが当たった。中林プロ第1号ホームランが飛び出しました。ブランドンにあるいは渡辺に続けたばかりにこの若林も早々にプロ初ホームランが飛び出しました。3対1、1点を返しています。直球を捉えた、レフトへもう追いません。打球は伸びる、ライトのホームラン、レフトスタンドに突き刺さりました。2球打たれました。第1号のソロホームラン、振り抜いてあっという間にスタンドイン。